さあ前回ね、新規加入にスーパースターが参戦したんですけど、これね、ガッデメイト、ちょっと給料が高すぎるんで、出していないと。彼を出せば1試合多分800万くらい既存の選手とでいるんで、ちょっと育成待ちかなと。ボディービルダーのねレスラーはこの活躍で18万しか払ってないんで、ちょっとこれはね差がありすぎる。この2シャドウ的な位置に置こうと思うんですけど、そんなにまだ冷えててないんですね。だから育成をすれば伸びると思うんですけど、まだね代表クラス服部くんも上がってないし、マリくんもね上がるし、まずはこいつらの給料分活躍してもらおうかなと。伸びがね違うんでね。服部まずオール200にしよう。よしよし、これで万全と。でとりあえずスポンサーももう選手も取りづらいんで、全国リーグか、レベル上がってるよね。まあでも試合するしかないんですけど、調整試合って何これ。ああ弱い相手と戦いのね。賞金はまあ当然利益出るくらい出るんでいいですけど、ここ負けたんだっけな、ギリ負けた気がするんですけど、じゃ調整するか、まあ、試合はしときたいなと。で今レベルアップ分しかないんで、ここのポイントを使った育成でスーパースターをスーパースターにしていくと。でもレベルだけならそんなにね変わんないんで、相手めっちゃ弱いねこれは余裕です。さあちょっとフォーメーションがねあんま気に食わないんで変えたいな。4321っていうね、かなり守備的なフォーメーション。まあまあ調整、本当に調整だね。さあマリマリから、おお、そんなこともできるんだね。さあボディビルダー給料が安いだけあってね、もう伸びが期待できないんで、レスラーね、あるちょっと次の選手を求めていると余裕だね。だ勝ったリーグとかにもう一回行くのもねどうかなって思うんで、なかなか難しいな。勝ち続けるのもね今ちょっと限界になりつつありますけど、前線の選手はだいぶ手厚い。で前々回くらいからよく守備をね育成しだしてるんで、守備がちょっとずつ硬くなってきてると。だからフォワード的選手をねシャドウで使ってるんで、それを変えたいんですけど、この選手取ってくるしかないかな。この2人があんまシュート打っててないんで、ボディもキックも意味ないかなと。さあ清瀬らしくないプレー。よしよし、いいよいいよ。ボディービルダーもあれだね、
もうちょいスピードあればねいいんですけど。オッケーオッケー、まあ5-0と。このままいっちゃうか。まだ C の方が楽なんで、勝ち抜きトーナメント、勝ち抜きトーナメントで先にね3チーム決まってるんでね、八百長かな勝ち抜きだもんね。でこれ最終で負けたはずなんで、まあ、ここの経験値とかで勝てればいいかなと。でロングパス中心かな、カットさえされなければ。ただ負けてるね、あいつボディ高いと思うんですけど。だこういうのがあるからダメなんですよね、通常にせざるを得ないと。いやでもパスがダメだ、配置が悪いのかな、はまってないから取られるんだよね。はい、なぎ倒してゴール。とにかくもうこれができればいいと。サイドだけ突破してくれればいいんですけど、組み立て系のセンターバックが真ん中からサイドに流してくれれば間違いなくクロス上げれるんですけど、さあ豆屋、まあ復帰した豆屋ね、前回。おいおいおいこれはひどい、アディショナルタイムっていう概念がないですからね。さあこれは当然と、まあこれ決まんないとフォワードじゃないんでね。オプションが欲しいね、もう一つフォーメーションというか。 FIFA だとやっぱ選手の調子を考えてフォーメーションね2、3用意しますから、あれは簡単に切り替えれますけど、このゲームの場合完全にね配置変えないといけないんで。2トップの方がバリエーションは攻撃の多かったと思うんですけど、今だいぶ少ないですよね。お、ボディービルダーが真ん中いないとね。そう、これこれこれ、これだけで戦ってますから、ある種対策は簡単じゃない、真ん中にただ上げ落としてるだけなんでね。まあ、こんなんでも稼げると。確かスポンサー取れるんじゃないか。あ、行ってないっけ。まあいいや。さあこの地間も覚えてないけど、確かボロ勝ちしたはず。うーん、いやそんな下がんないでほしい、ずっと。ちょっと危ねえ、ディフェンスがクソすぎるね。本来中盤が一番熱いんですけど、うーん攻めすぎてるんだろうね。普通にしてみる、ちょっと。取れるからなんとかなってるけど、明らかにスカスカで。
時間を無駄にしてるね。敵陣で攻めきれてもないんで攻撃の時間が無駄になってるな。よし、強引にねセカンドストライカー的ポジションをやらしてるんで、あれしかないパターンは。同じフォーメーションで通常にしよう。確か攻め重視だったはずなんで真ん中がもうちょい下がるはず。多分ディフェンスラインくらいしかないと思うんですよ。ディフェンスラインが高いか低いか、これ多分低めになってるはず。まあとはいえかな、最終ちょっと守り重視でいってみようかな。1点レスラーがサイドから上げてくれればいいんで。さあマリマリオ、マリマリオ行ってくれ。マリマリオ行けない。サットリー先寄せ、惜しい。さあ温存しろ温存しろ。力はレスラーからアメヤマ、まあ次の試合でいいでしょ本気出すのは。微妙なんだよ、ずっと伸ばす点があんまないですね。服部のテクニックか、あんまシュート打たないメンツですけど。スピードも大事だよね。だこれキーパー上げる必要ないかな。ガッツガッツ、まあ、守備はとりあえず追いついてなんぼなんでそこだね。優勝賞金で選手獲得。ちょ中盤が欲しいね。中盤しか吹いてないけどフォワード1人しかやらないんでね、このフォーメーションだとあんまり2シャドウ意味ないし。じゃ守備的なミッドフィルダーが欲しいかなと、まあ、ここの3人の部分でマリマリを上げると代わりに。じゃ守備的に行こう。下がり目線でディフェンスするよと。まあ、トーナメントなんで1点取れば勝ちですから、イタリア式です。1点取りゃ勝てる確率が高いとイタリア式だね。ただし勝つことあんまできないんでワールドカップには出てこないと。ワールドカップ出ればイタリアかなりいいところ行くと思うんですけど出てこないと勝ち点的な分だとね厳しいんでしょうね。さあ守備守備だ。うちも引き分けでいけるから、引き分けだと勝てないのか。ただそうするとこのゲームの場合負けに等しいからね引き分けは。力をパワーを出してくれ。あいいよいいよナイス、出してパス。そう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 、鈴木遅いんだよな。あいいぞレスラー、惜しい。さあ豆山、前回温存した分豆山スーパーミドル、この角度。レスラーが詰める。いやー欲しかったなアディショナル。守りきろう。笹団子新潟、よき寄せいいよ。さあいいパスワークはちょっと通じないと。よしトーナメント重視の守備サッカー。1点取ったらこっちのものと。さあクソつまんないサッカーします。
あ、でもいいねいいね、レスラーがそれを面白くしていくと。まあ、高校サッカーでもこういうトーナメントになってくるとアンチフットボール的なね、勝ちにこだわるサッカーって案外つまんないんで、ね、悪く言われますけど、うちも体現していこうと。まあ、このリーグでやり続けたらね、本当にしょっぱい結果ね、そうですけど、トーナメントはこれでよしと。1億5000万も。いよいよ豆山はね、久々に出てきたがってます。豆山はもうちょっと定着かな、あのスーパーシュートもあったし。さあ選手取りに行こうかな。代表クラスのフォワードなんかいらないんだよね。ジートコインボ、スーパースター、スーパースターはコスパが悪いからな。テクニシャン、テクニックスが、お、ハットリ、ハットリトリック。スピードスターいいな。スパイダー、守備的なのか、あ、キーパーなんだね。え、スパイダーいいな。ミクマクも。とりあえず、ハットリトリックいいね。これ、433のサイドじゃない？使い方。キックも別にいけるんで、スピードでぶち抜いて獲得だけしよう。あ、いいねいいね、あ、一発でいけた。じゃあ余ったお金でキーパーも変えちゃおうか。点をたくさん決めてハットトリックになりたいですと。で、名前変えれるなら変えてあげたいですけど。やっと来たね、キーパー。スパイダーね。雲のようなセービング。まあ、異名付きのキーパー初めてなんで、取るしかないね。だちょっと愛着出てきたんですけどね。まあ、第2キーパーとして取っとくか。既存のやつはね。次でもいけない可能性あるな。服部君が良かった分こいつしょっぱいですね。とりあえず干すか。もういい、いいです、いいです。強化コート拡張ただし1億いるんで確か無理だね。スポンサーいけるかな。あ、やっぱ前回の残りあるね。まあ、10% でもいけるんでどうでもいいです。さあ手島くんはキーパー133と、新しいゴールキーパーが、あ、253、確かにこれ強いな。でフォワードもいけるね。ボディがでもないけどな。服部君もボディはないんですけどね。服部2トップの一角なら面白いかもね。2トップだけど下がり目の方かな。隙を見て飛び出すような。このゲームで使えても給料めっちゃ安いな。使いやすそうであるけど、ワントップ置いたら競り負けるよね普通に。サイドからガンかな。このフォーメーションシャドウでもいいか、早いし。とりあえずちょっとシャドウに置いとこう。ねじまはちょっと変えよっか。もちろんもう第2ゴールキーパー間違いないですけど、まあこいつの方が伸びるかなと。よし、これは
だいぶ強くなった。スピードタイプも来たし、レスラーがボディタイプなんで相性もいいんじゃないかな。スピードでぶち抜いて決めると、シュート力あってスピードがある、エンバペみたいな感じだね完全に。それ以外の能力あんま分かんなかったんで、エンバペのような選手です。さあなんだ、あ更新ね、いよいよ解雇はしない。指導もっと高いやついないかな。どんどん上がっていくわけじゃないんだね。4231普通に欲しいな。忍者使うんなら352、343、433がいいな普通に。どっちでもいいかな。こっちか。これ延長すると効果が上がるらしいと。 B になりましたね。これが大きいらしい。